皆さんこんにちは、おあつございます。以前ご紹介したナンバー118さつきの手入れの中で、9月になってきれいに刈り揃えてしまったらつぼみのほとんどを失います。さて、表面上はなんとかなりましたが、次の問題はこの中です。刈り込みだけの手入れをしていたら当然このようになります。そこでこの次は刈り込みではなくて剪定のお話をするのですが、その前にここまでのところをまとめておきましょう。6、7月に刈り込んだところから新しい芽が出て、その先に翌年の花芽がつきます。5月に花が咲いて、花が終わったら花の付け根にある子房の下で切ります。この辺のラインで刈り込みます。刈り込んだところから新芽が出て、その先に次の年の花芽がつきます。そういうわけですから、当然この株はだんだん大きくなってしまうわけです。株の大きさを維持するためには、葉っぱが何もないような枝のところでバツバツに切るしかありません。それではあまりにも風情がないので、多少の葉っぱは残るように刈り込みたくなるものです。しかし刈り込みにはいつか限界が来ます。その限界を迎えたさつきがこちらです。今回は時期をあえて変えていただき、花が終わった後に剪定をすることにしました。しかしもう時すでに遅しという感じで、葉っぱのある部分は刈り込めないほど非常に薄く、中は枯れ枝だらけでした。もうこうなってしまうと目をつぶって通り過ぎるわけにもいきません。覚悟を決めて徹底的に更新を図ります。ひょろひょろっと伸びた枝の先にパランと葉っぱがあるだけ。しかも越境枝、こういう枝を根本から整理していきます。切り戻してみても良くはなりません。仕方ありませんね。今回は剪定というところまで行きませんでした。とにかく枯れ枝を全部取りましたので、この後新しく吹いてくる芽に期待するしかありません。浅い刈り込みだけしかやっていないとこのようになるという例でした。これがうまく再生できるかどうか、また後日ご報告したいと思います。ご視聴ありがとうございました。というふうに前回は終わったわけですけれども、これがその時6月の中旬の写真です。このぐらいまで剪定しましたが、3週間後にはここまで復活し、その年の11月にはこのような状態にまでなりました。日が入るようになって、中の方に新しい芽が吹いてきます。というわけで、一応フル株の更新はできていますというご報告でした。ところで、昨年の6月は普通の梅雨時でしたから、このような剪定ができましたが、今年の6月はどうでしょう。とても暑い日が続いていますね。剪定した葉っぱが焼けたようにすぐカリカリになってしまいます。剪定によって木の内部にあった葉っぱが表面上にさらされると、葉焼けしたり、幹焼けしたりすることがあります。6月、7月だから剪定の適期だと決めつけずに、この状況に合わせた適度な剪定を心がけてください。剪定することは致し方のないことですが、木の気持ちも考えて、身ぐるみ剥いで炎天下にさらすような乱暴な剪定は避けてください。
ご視聴ありがとうございました。